のぐたららさん、徳はのくたら三脈三宝大王鎮波にゃはらみたぜ大臣小勢大民衆勢無常衆勢無東道衆の十一歳不真実不幸豪雪波にゃはらみた衆みた衆即接衆圧やてやてはらやて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 はらそうやてもうひどったらナムアンダーブー。本日は当吉祥寺をご利用いただきまして誠にありがとうございます。死んで安心極楽保証、またのご利用の際にはぜひとも当吉祥寺をご指名くださいませ。何よ。ナムアンダブー。さて今度は俺が極楽へ行かせてもらおうっとよろしくお願いします。シド、よっこキスミキスミ、おあいにくさま。この後家内安全のお札作りにお墓の掃除、仕事は山ほど残ってるんですからね。よっこ、何の恨みがあってそんなにこの俺をこき使うわけよ。私だって好き好んであんたのマネージャーやってんじゃないんだから、おじさまが今はの際にこの寺を頼むって言うから。そう、全部あのクソ親父のせいだ。借金残すな、現金残せっての。いくらシドの幼馴染だからってあんな言い声するなんておじさまもずうずうしいわよ。私だって自分の仕事があるんだから、それもこれもシド。何をこちょこちょやっとるんじゃ。父さん。バカモン、何が父さんじゃ。早く来て手術の手伝いをしんか。お仕事頑張ってね。じゃあね。くそ。残念じゃったな、シド。真面目にやんなさいよ。おい。そこでプッシュちゃん、感激して一言。え？にゃあの女に鼻の下伸ばしてると今に大やけどするぜ。公務執行妨害第42条により逮捕する。冗談言うな、俺は被害者なんだぞ。うるさい、言い訳承認って感じしろ。